遺体遺体病とは、岐阜県の三井金属工業上岡事業所による、鉱山の精錬に伴う、未処理排水により、神通川下流域の富山県富山市を中心に、発生した、公害病である。第二次大戦後の日本における、高度経済成長期の負の側面である四、大公害病の一つである。略して、異病とも言う。日本語の音を映した。 英語、痛い、痛いディジーズとして、オックスフォード英語辞典など、世界の多くの辞書に記載され、そのまま英語になっている。神津川下流域である、富山県霊群府中町において、1910年代から1970年代前半にかけて多発した。病名の由来は、患者がその痛みに、痛い、痛い、と泣き叫ぶことしかできなかったから、 1955年に地元の開業医である、萩野昇を地元、富山新聞記者の八田清信が取材に訪れた際、看護婦が患者を痛、い痛いさんと呼んでいると聞き、そのままいただいて、痛い,痛い病としてはと提案したことによる。1955年8月4日の同志社会イで、初めて病名として報じられた。カドミウムによる。 多発性筋萎動再管機能異常症と骨軟化症を主な特徴とし、長期の経過をたどる慢性疾患を発症する。カドミウム汚染地域に長年住んでいてこの地域で生産された米や野菜を摂取したり、カドミウムに汚染された水を引用したりするなどの生活歴による。初期は多発性筋萎動再管機能異常症を示す。 検査所見で、多尿、貧尿、硬活、退院、便秘の自覚症状が現れる人もいる。多発性筋移尿再管機能異常症が進行すると、リン酸、重炭酸再吸収低下による症状が出現し、骨量も次第に減少する。この頃から立ち上がれない、力が入らないなどの筋力低下が見られるようになる。さらに進行すると歩行時の下肢骨痛。 呼吸時の肋骨痛、上肢、肺部、腰部などに運動痛が出現する。最終的には、骨の強度が極度に弱くなり、少しでも体を動かしたり、くしゃみしたり、医師が脈を取るために腕を持ち上げたりするだけで骨折。その段階では体を動かすことができず、寝たきりとなる。また、多発性筋移入を管機能異常症と同時に、腎機能も徐々に低下して、 末期には、腎機能は荒廃し、腎不全になる。貧血が顕著になり、皮膚は、暗褐色になる。活性ビタミン D 生産障害による腸管からの、カルシウム吸収が低下する。その結果、血性カルシウムが低下し、著しい場合にはテタニーが起きる。骨が脆くなり、ほんの少しの体の動きでも骨折してしまう。被害者は主に、 出産経験のある中高年の女性であるが、男性の被害者も見られた。ほぼ全員が、稲作などの農作業に長期にわたって従事していた。農家で自分で生産したカドミウム米を食していた。このような症状を持つ病は世界にもほとんど例がなく、発見当初、原因は全く不明であった。フード病あるいは豪病と呼ばれ。 患者を含む不中腸の腸民が差別されることもあったとされている。骨軟化症はビタミン D の大量投与によりある程度症状は柔らぐとされるがビタミン D 入りのビタミン剤を購入できるだけの金銭的余裕のある患者は当時は少なかった。またこの治療では多発性筋医療再管機能異常症は改善されないため骨軟化症が しばしば再発する。神岡鉱山から排出されたカドミウムが、神通川水系を通じて、下流の水田土壌に流入、堆積して起きる。汚染実態を把握するため、富山県は1971年から1974年に、かけ、農用地汚染防止法に基づいて、細密検査と補足検査を実施した。汚染面積は、 神通川左岸で1480ヘクタール、右岸で1648ヘクタールの計3128ヘクタールで、そのうち1500.6ヘクタールが対策地域に指定された。カドミウム汚染田は神通川によって形成された扇状地にある。右岸は熊野川、左岸は井田川に囲まれる範囲で、八尾町以外の地域は、 遺体遺体病指定地域に含まれる。対策地域内の平均カドミウム濃度は、表層度で 1.12ppm、次層度で 0.70ppm と、深くなるにつれて濃度は低下する。特に、上流部に分布する、鉱石洗浄地では、平均 2.0ppm と非常に濃度が高い。土壌中のカドミウム濃度と玄米中。 カドミウム濃度の間には相関関係が認められず、途上中のカドミウム含量が低くても高濃度のおせんまいが出現しやすい。蒸気の調査では、食品衛生法の基準である、玄米中のカドミウムおせんまいが230地点の水田で検出されていることから、これらの水田では、三井金属工業の保証によって、作付けが停止されてきた。また、 カドミウム濃度が 0.4ppm 以上 1.0ppm 未満の米は政府が15000枚としてすべて買い上げている。買い上げ後は食用にしないで破砕し、弁柄で着色し、工業用のりの原料として売却されていた。裁判の過程で、神通川上流の高原川に三井金属工業上岡鉱山亜鉛製錬所から 高排水に含まれて排出されたカドミウムが原因と断定された。上岡鉱山から産出する亜鉛石は、仙亜鉛という鉱物で、不純物として1%程度のカドミウムを含んでいる。16世紀末、豊臣秀吉に仕えた金森長鹿は、飛騨平定を行い、天正4年に、越前大野から飛騨に天保となり、積極的に、 鉱山開発を行った。金森氏は、モズミ・宗ネサという鉱山氏を得て、モズミ・カズ・サホ・銀山の鉱山経営を始めたと伝えられる。神通川上流域では、江戸時代から銅、銀、鉛などを生産しており、生産は小規模だったものの、当時から、周辺の農業や飲料水に被害が出ていたという記録がある。明治維新になってから、経営主体が、 明治政府に移ったが、すぐに三井組が、本格経営を開始して三井組、上岡鉱山家業となった。日露戦争を契機に、非鉄金属が注目されて、生産量が大幅に増加し、その後も、日中戦争や太平洋戦争、戦後の高度経済成長による増産で、大量の廃物が放出され、周辺の地域だけではなく下流域の農業や人体にも、 被害を与えた。1886年の三井組による全山統一から1972年の遺体遺体病裁判の判決までに廃物によるカドミウムの放出は854トンと推定される。人通側以外に取水元のない府中町ではカドミウムの溶出した水を農業用水や飲料水として使用してきた。また、カドミウムには 農作物に蓄積される性質があるため、カドミウムを多量に含む米が収穫され続けた。この米を常食としていた農民たちは体内にカドミウムを蓄積することとなり、このカドミウムの有害性により大異体病の症状を引き起こした。カドミウムは自然界にも一定の割合で存在し人体にも少量は含まれているものの、人頭側流域で生産された米には、 非常に高濃度のカドミウムが含まれており、被害者の体内に蓄積されたカドミウムは、基準値の数十倍から数千倍の濃度に達していた。カドミウムの毒性については長い間よくわかっておらず、また、公外の発生当時カドミウムと一体遺体病に特有な症状との関連もはっきりとしていなかった。このため、神岡鉱山側の対策が遅れ、公外を拡大させることとなった。 なお、公害病人定後も、しばらくの間、竹内十五郎ら、ビタミン D 不足説を主張するグループが一定の、勢力を有していた。世界中に、カドミウム鉱山は存在するものの、人通川下流域以外では同様の症状が、見られないこと、電線の被膜などに多く、カドミウムが使われるが、工場労働者には同様の症状は見られないことなど、から、 カドミウムと症状との因果関係は科学的には不明であるものの、司法判断が科学に優越している状況であると言える。また、カドミウムを痛い痛い病の原因とする見解は、訴訟の中で状況証拠により断定されているのみで、科学的、生理学的証明は21世紀現在も直されていないだけでなく、同様の症例や、 それを証明する研究も、世界中のどこからも報告されていないとする主張が存在するが、カドミウムの毒性及びその症状は、現在の医学では一般に知られている。1920年、当時の上新い郡のお会長であった、金岡又左衛門が、農商務大臣、山本達夫と富山県知事東園元光に、 上岡工業所の鉱毒除去の建議書を提出したのが、神通川流域の鉱毒被害の表面化の始まりである。建議書には、上岡工業所事業の木興に伴い、土砂に流入する電磁の稲は、発育に変調をきたし、完全に到熟しない。鉱山経営者に対し除外施設を講ぜしめられたい。と訴えられている。その後も、同様に要望が、 米軍農会や富山県会からも出たため、東京公務所の調査があり、上岡工業所に、廃災、排水処理の改善が命じられた。また、富山県は、災害対策費として1カ所2円の検品補助金を出して、用水路幹線からの取水口に消沈電池を設けさせて、被害の軽減に努めた。これによって一時的に効果を上げたが、満州受変や、 日中戦争などに伴い、上岡工業所が、増産体制に入ったり、何度かの出水で焼沈電池が流されたり、埋没したりして、以前にも増して、泥や砂など流入が激しくなった。1948年、熊野村など3町4村の農家が、神津川高毒対策協議会を結成。富山県を通じて交渉し、1951年に、 上岡工業所が農業協力費を関係市町村へ支払うことになった。しかし、原因は解明されない今まであった。1955年8月4日、熊野村の開業医の萩野昇が執筆した痛い痛い病を紹介する記事が富山新聞に掲載された。命名者も萩野である。この記事で萩野はこの病気はネイ軍。 中部及び、対岸の富山市南港から、上新川郡にかけての神津川元流水系に、発生。患者はこの地域に長年住んでいる35歳から、高年期にかけての女性が多い。症状は腰、肩、膝などの鈍痛に始まり、やがて大体や上白部の神経痛のような痛みとなり、進行すると、少しの動作でも骨折するようになり、引き裂かれるような痛みを感じる。 と書いた。この記事が発表された当初は、過労説や栄養失調説なども出された。しかし、1957年12月に、萩野は、富山県医学会で、鉱毒説を発表。さらに、岡山大学の小林淳らが、患者の骨や内臓及び、神岡工業所の排水や川水からカドミウムを、検出したことをもとに1961年1月、 萩野昇と農学者の吉岡金一が、遺体遺体病の原因はカドミウムであることを発表した。一方、1961年12月に、富山県、1963年6月に、厚生省及び文部省が独自に原因究明に乗り出す。1966年9月に合同会議を開き、原因物質としてカドミウムの疑いが濃厚であるが、 栄養上の障害も考えられるカドミウムプラスアルファ説を発表した。その後、富山県が住民に健康診断を行い、その診断結果に基づき、富山県遺体遺体病患者審査委員会は、1967年3月に患者73人、陽観察者150人を認定した。厚生省も日本公衆衛生協会に研究委託するなど、 原因究明に努めた。1968年5月、厚生省は、痛い痛い病の本体は、カドミウムの慢性中毒による骨軟化症であり、カドミウムは、人頭川上流の上岡工業所の事業活動によって排出されたものである。と断定した。これによって、痛い痛い病は政府によって認定された、公害病の第1号になった。 1970年2月1日、健康被害救済法が施行され、公害病患者96名が認定される。1966年11月、被害者の家族や遺族らが、遺体遺体病対策協議会を結成した。その後、遺体協は、上岡工業所と交渉するも、企業側の対応が冷ややかだったため遺体協の会長であった。 小松義久などは裁判で訴えることを決意する。1968年1月、富山県弁護士会の重鎮、勝力木之助弁護士や、地元府中町出身の島林寺弁護士をはじめ、全国から集まった20人の弁護士によって、遺体遺体病訴訟弁護団を結成した。1968年3月9日、患者、遺族28人が、 三井金属工業を相手に総額約6億3000万円の第一次訴訟を起こす。1971年6月に第一審が原告勝訴の判決を下した。一審判決を不服とする三井金属工業は控訴したが第二審も1972年8月9日に原告側勝訴の判決となった。三井金属工業は 上告を断念し、第2次以下の訴訟も、判決内容に従って保証することを決めた。判決では、カドミウムの放流と、遺体遺体病とは因果関係があると断定した。三井金属工業は、第5次訴訟まで総額23億5633万円の、損害賠償金の支払い、農業被害の賠償と汚染土壌の復元義務、住民の立ち入り調査権を認めた。 公害防止協定書の締結の3点を内容とする和解に応じることとなった。富山市府中町、宇佐か地区カドミウム汚染田復元記念日2008年4月、混流被害者側は判決確定を受け、三井金属工業に対して賠償や土壌汚染問題に関する制約書や公害防止協定を結び、交渉をスタートさせた。医療救済については、 県や政府の補助に加え、1973年7月に三井金属工業と医療保障協定が締結されて、患者、陽観察者への救済が始まった。また、1974年9月1日には、公害健康被害保障法が施行され、国からの救済も始まった。土壌汚染については、1974年8月に、 神通川左岸の67.4ヘクタールが農用地汚染防止法に基づく汚染地域に指定されたのを皮切りに最終的に1630ヘクタールが汚染地域になった。1979年から土壌復元事業が始まったものの広報や費用の問題、農家の農業離れ農地転用の問題などの難問が山積みになっているため工事が遅れていたが 2012年3月17日に完了した。発生源対策として、公害防止協定に基づく立ち入り調査が1972年から毎年1回行われている。1972年には 9ppb だったが、1975年以後には 1ppb 台にまで減少している。しかし、2013年8月に、 神岡工業に近い岐阜県高山市などで豪雨被害があったことなどから豪雨で土砂崩れが発生した場合に汚染した土砂が大量に流出して下流の富山県などで大きな被害が出る恐れがあるとして豪雨でも土砂流出が生じないような対策も求められている1968年3月9日患者や遺族の計28人が原告となって府中町 富山市、大沢野町の各被害地域を代表して14件の裁判を起こす。被告の三井金属工業の加害責任を明らかに、する提訴の趣旨から患者1人につき400万円、死者1人につき500万円の医者料を請求だけに留めた。審理では、上岡鉱山や被害地域などの現場検証を実施し、原告は、 莫大な資料や萩の登るらの専門家の証言などによってカドミウムの毒性や遺体遺体病との因果関係の立証に努めた36回の口頭弁論の末1971年6月30日に富山地方裁判所が一審判決を下した裁判所の趣旨は水田土壌河川などのカドミウムなどの重金属類による汚染は 被告の上岡工業所からの排水が、神通川上流の高原川に長期間放流されたことによって起きた。遺体遺体病の主因はカドミウムである。被告側は、工業法109条により損害賠償責任を有する。医者料については、被害者が被った肉体的及び精神的苦痛の甚大さ。 被告の損害賠償に対する不誠実さを考慮し、近年の死者には500万円、それ以前の死者及び、生存患者には400万円が相当である。で原告側の勝訴となった。三井金属工業は一審判決を不服として、即日、控訴した。1972年8月9日に、名古屋高等裁判所金沢支部は、被告側の控訴を棄却するとともに、 原告側の不体構想を認め、医者料額を倍増させる。原告側ほぼ全面勝訴の判決を下した。控訴審判決の内容は次の通りである。土壌などのカドミウムなどの重金属類による汚染原因は第一審と同じ。遺体遺体病の主因は第一審と同じくカドミウムである。財産上の損害については、 被害者の救済が遅れるのを防ぐため、医者料の額に含んで請求することは許される。ただし、損害額については、具体的状況によって算出するべきであり、個人事情を考慮せずに一律に算定請求するのは許されない。被告側は医者料として、死亡患者全員に1000万円、生存患者には800万円を支払う。 1> 第1次訴訟後にも1968年10月8日に、第2次、1969年3月10日に、第3次、同年11月20日に、第3次、1970年2月20日に第4次、1971年5月7日に、第6次、同年7月3日に第7次と訴訟が相次いだ。これらの訴訟は併合され、 第一次訴訟が出た後の1971年7月から審理が始まった。原告側は個別患者の損害立証を集中的に行うよう要求した。また、多くの原告が傍聴できる大型法廷の設置を強く求め、裁判所との交渉が重ねられた。原告患者が出頭できない場合には、病院や公民館などで出張尋問を実施した。 その後、第一次訴訟後の三井金属工業と被害住民との交渉で成立した遺体遺体病の賠償に関する制約書の中で会社は第二次第七次訴訟の原告に対しても第一次訴訟と同じ損害賠償の支払いを約束した。これにより第二次から七次訴訟は原告側の取り下げによって終結した。2013年12月17日 神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会が原因企業の三井金属と全面解決の合意書を交わした。被害者住民団体は患者賠償と土壌復元三井金属の子会社上岡工業による環境対策が解決したとして三井金属工業の謝罪を初めて正式に受け入れた。 国の基準では救済されない患者に一人60万円の一時金を支払う。遺体遺体病の患者の認定は環境省より委託されて富山県が行っている。認定条件は環境庁の公害にかかる健康被害の救済に関する特別措置法による遺体遺体病の認定について6月に制定に定められている。内容とすれば 遺体遺体病の子を汚染地域に在住し、カドミウムに対する、暴露歴があること。先天性のものではなく、青年期以降に発現したこと。尿細管障害が認められること。骨粗しょう症を伴う、骨軟化症の所見が見られること。である。これらの条件をすべて満たせば、遺体遺体病と認定される。の条件を書く場合、将来、遺体遺体病に発展する、 可能性を否定できないので陽観察者と認定される。2008年10月現在で、認定患者は192人となっていたが、2014年9月末時点では、認定患者は198人で、陽観察者が延べ408人となっており、患者数は増加し続けている。さらに、2014年9月の検査では、従来行われてきた誤差刻みで、 対象年齢を決めていた流域住民への健康調査を全年齢を対象に切り替えたところ、1969年の調査開始以来で最多の精密検査対象者が出ており、健康調査への受診率が低迷していることも合わせると、患者数の正確な数字は把握できていない。患者に認定されると、公害医療手帳が支給され、国から医療費、障害保障費、 療養手当などが給付される。また、三井金属工業からも賠償費、医療費、入り通院費、医療介護手当、温泉療養費が支給される。しかし、認定に、ハードルは厳しく、未だに、行政の救済を受けることができずに苦しんでいる、人たちが残っている。現代での問題点は原因分析ではなく、患者認定。 要観察判定の具体的な基準に移っている。行政側である県認定審査会は、厳しい基準を課して却下する事例が多い。具体的には、痛い痛い病の認定の4要件の一つとなる、骨軟化症の判定を行っている。骨軟化症においては、類骨の増加という特徴が見られる。そのため、いわゆる予識法に基づいて骨を染色し、 類骨の個性部分を観察することにより調査できる。そして、類骨の個性部分が十分であると骨軟化症に認めることになっている。しかし、腸骨のみを基準としたりするなど厳しい判定をしがちである。また、不服審査の問題点として、県認定審査会の厳しい判断による却下に基づいて、被害者の多くは、貢献法に基づいて、 環境省に設置された不服審査委員会に審査請求を行っている。しかし、行政不服審査は一般的に行政に有利とされているため、それでも認定の条件は厳しい。上記のように認定を求めて却下された人々以外に患者であることを知られたくなくて申し出なかったり、自覚症状が出にくい、腎臓障害が見落とされたりしている被害者の存在が、 指摘されている。遺体遺体病裁判の勝訴を記念して1976年5月、遺体遺体病対策協議会が、清流会館を、府中町萩島の被害地域に建設した。敷地3900平方メートル、床面積750平方メートルで、患者救済、発生源対策、汚染土場復元運動の拠点となるほか、 全国の公害反対運動に連帯する活動を行っている。館内には、遺体遺体病の戦いの年表や写真などの展示室及び資料館などが設置されている。遺体遺体病裁判の勝訴から30年以上が経過し、公害への関心が薄まってきたことから、資金難に陥り、存続が危ぶまれたため、遺体遺体病対策協議会は、 公設の施設を建設する、要要望。これは2012年4月29日に、富山県立遺体遺体病資料館が開館することで、実現している。2014年からは、遺体遺体病を語り継ぐ会が活動している。2018年3月15日には、富山大学が、遺体遺体病資料室を開設した。ありがとうございます。